今日西ヶ丘は女子サッカーの日、 Wリーグ初のなでしこリーグとの同日同会場開催で試合が行われます。2023-24 Wリーグカップグループステージ第2節グループ B、 日テレ東京ヴェルディベレーザ対アルビレックス新潟レディースの一戦をお伝えします。会場は東京都北区にあります味の素フィールド西ヶ丘です。実況安田美香がお届けします。今日は夕方から雨が予想されたんですが、現在の天気は曇りです。気温が手元の温度計で 30.8 度、湿度が 66% となっています。風がありまして、バックスタンド側からメインスタンド側に向かって風が時折強く吹き抜けていきます。日中の暑さがこの風によって随分と和らいでいるといった印象です。秋春制を採用しています WE リーグ、リーグ戦は11月の11日に開幕ですが、その前にこの WE リーグカップが行われています。全12チームを2グループに分けて、各グループで1回戦制によるリーグ戦を行っています。グループ A、グループ B、それぞれ1位のチームが10月14日決勝戦に進み、2代目 WE リーグカップ女王が決まります。第1節を終えた時点での現在の順位ですが、今日お伝えするグループ B は大宮、ベレーザ、新潟が1位、長野、エルフェン、アイナックが4位となっています。なおグループステージ全試合が終了するまでは同勝ち点は同順位となります。まもなく両チームの選手たちが入場してきます。今場内が暗くなっています。今日はこのベレーザの緑の色のペンライトをサポーターが持って、少し場内を暗くしての演出が行われています。日本の女子サッカーにおける三大タイトルの一つであります WE リーグカップ、昨シーズンから始まりました。まもなく選手の入場です。昨シーズン初代女王の座に輝いたのは浦和、その浦和に惜しくも決勝でこの西ヶ丘で敗れたのがベレーザでした。グループステージは2勝2分け9得点3失点、 B グループを1位で通過し決勝へ進みましたが、3点リードをしながらも75分から終盤3失点、最後は PK 戦にもつれ込みまして悔しい敗戦となりました。その悔しさを晴らすために今シーズンベレーザは念願の WE リーグカップ優勝を目指して戦います。今両チームの選手たちがピッチに入場してきました。緑のユニフォームがホームのベレーザ、白とグレーのユニフォームがアウェイの新潟です。WE リーグカップグループステージ第2節ベレーザ対新潟の一戦をお伝えしています。今日は西ヶ丘は女子サッカーの日と題しまして、なでしこリーグと WE リーグの初の同日同会場開催となっています。今日15時からなでしこリーグ1部スフィーダ世田谷対愛媛 FC レディースのゲームが行われました。そして19時からはこの WE リーグベレーザ対新潟戦が行われます。女子サッカーを見る、する、関わることができるさまざまなアクティビティが用意されまして、来場者にいろいろな角度から女子サッカーの楽しさを体感していただける一日となっています。今日スタジアムの外では試合球を実際に蹴ってみる体験などが行われていました。それではホームベレーザのスターティングメンバーです。前節から2人変えてきました。ゴールキーパー代表帰りの田中桃子、ディフェンダー船木のどか、村松智子、初先発坂部由紀奈、宮川麻人、ミッドフィルダー初先発菅野音、木下桃香、代表から帰ってきました藤野青葉、
山本柚月、フォワードが土方麻也とワールドカップで2ゴールを挙げた植木理子です。今日サブには北村七海が今季初めてサブに入っています。監督は松田丈夫監督、今シーズンから指揮を取ります。今日の審判団です。主審荒川さとみ、副審が吉永真希と田中真希、第4の審判は田辺裕樹です。アウェイ新潟のスターティングメンバーです。前節から1人変えてきました。ゴールキーパー高橋智子、ディフェンダー白井姫野、三浦さつき、山谷瑠香、初先発のブラフシャーン、ミッドフィルダー新加入石田千尋、上尾野辺恵、新加入の杉田亜美、フォワードはアメリカから日本に戻ってきました川澄奈穂美、石渕萌美、道上彩香という11人です。サブには代表帰りの平尾知佳が、今季初のサブメンバーに入っています。監督は橋川和明監督、今シーズンから指揮を取っています。昨シーズン決勝戦でWリーグカップ、この西ヶ丘で涙を飲んだベレーザ、村松キャプテンはやってはいけない負け方だったと振り返っています。当時チームを率いていた竹本監督は、この悔しさを心に焼き付けることもこれからに向けて役に立つよと声をかけていました。あの悔しさを胸に、今シーズン念願のWリーグカップ優勝を狙うベレーザです。一方の新潟、グループ A 1勝1分け3敗という結果でした。6チーム中6位という悔しい結果となりました。その昨シーズンの悔しさを晴らすためにも、一つでも勝ちを積み重ねてチームの自信につなげたい新潟です。今前半の45分がスタートしました。前半右から左に攻めるのが緑のユニフォーム、ホームのベレーザ、左から右に攻めるのが白とグレーのユニフォーム、アウェイの新潟です。新潟、川澄のクロス、すらして中央、右足のシュート、ここは田中のブロックでした。杉田の最後シュートでした。中央、道上がすらして杉田、少しトラップが乱れました。右に流れたところ、ここしっかり田中が対応していました。新潟のコーナーキックです。上尾野のキック、中央ヘッドでクリア、川澄、上尾野ワンタッチ、田中桃子が収めます。すぐに蹴っていきます。前線へ、土方へのボール、ここは白井姫野が対応しました。右利きですが、左右両方とも蹴れるキッカーです、白井姫野。キャプテンの村松まで一度下げました、ベレーザ。長いボール、中盤で収めます。宮川麻里、今日は宮川麻里が、左のサイドバックに入っています。藤野がここまで降りてきてビルドアップに参加します。ワールドカップ19歳でのゴールを決めた藤野です。宮川ワンタッチで入れる、新潟がここ取ろうというところ、奪い返しました藤野。場内からは拍手です。木下、
縦につけます。もう一度木下、菅野、山本をワンタッチ、山本を奪います。ここ笛です。ここはオフサイドの判定、ゴールキーパーの高橋が蹴ります。ベレーザは今日も4バックです。プレスに行きます。植木、先ほどいいボールダッシュを見せた山本柚月がスローインは宮川に任せます。ベレーザ4バック右から船木、初先発の坂部、村松、宮川という並びです。さあ藤野から右にクロス入ってきますが、山本を折り返す、これは枠の上でした。ブレーザーは前節と同じ形で入っています。442という形に入っているように見えます。さあここ土方、藤野、奪った、神尾延、前に送ります。細かくパスをつないで今度は左サイドへ送ります。新潟、ベレーザ今日も2トップは植木と土方です。そして左に山本、右に藤野、ダブルボランチが木下と初先発の菅野となっています。ベレーザです。坂部が前線へヘッドでクリア、右に広げます。藤野、奪い返す。ベレーザ、山本へのパスでしたが、ここは少し合いませんでした。木下、左足で斜めのパス、山本がここを狙っていきましたが、立ち上がりは新潟がベレーザゴールに迫りましたけれども、この時間帯逆にベレーザが新潟陣地に攻め込んでいます。さあ藤野、青葉、右に広げる、船木、胸トラップ、土方、ここはクリアしました。藤野が収めて、船木がワンタッチで入れて土方へというところでしたが、新潟もしっかりと守備ブロックを敷いて対応しています。前節ボランチでの先発だった宮川麻人が今日は左のサイドバック、そして左のサイドバック、あ、チャンスになります。杉田倒されますが笛ありません。ヘッドで前線へ、道上へのボールでしたが、もう一度道上、
奪いましたベレーザ。道上彩香、前節、ウィーリーグカップ開幕戦でハットトリックを決めています。現在得点ランク単独1位です、道上彩香。ここは笛でベレーザボールで始まっています。キャプテンの村松、奪った川澄、ドリブルゆっくり持ち上がります。右の杉田へ、中央の道上には通りませんでした。低いボールを送りましたが、コーナーキックです。最後は坂部が書き出しました。新潟はこれが2本目のコーナーキックです。キッカー上尾延、この人は素晴らしいキックがあります。新潟一筋18シーズン目です。左利きのキッカー、中央ヘッド決まった、新潟先制です。前半10分立ち上がりに新潟がゲームを動かしました。石渕です。2試合連続ゴール、石渕萌実。サブのメンバーのところまで行ってハイタッチ、コーナーキックからでした。中央石渕の頭、この上尾延も素晴らしいクロスを上げました。ドンピシャリ石渕、ベレーザ対新潟のゲームは石渕のゴールが決まって新潟がリードしています。石渕2試合連続ゴールです。奪った植木、ここはしっかりと山谷も対応していました。石渕萌実、前節先制ゴールを決めましたけれども、今日もまず流れを引き寄せました。コーナーキックからでした。さあ石渕が寄せます。道上も行きますが、細かくパスをつなぐベレーザ。石渕は前節のゴールについて、常に背後は狙っていたと、ゴールキーパーが前に出てくるのが見えたので、かわして決めましたと話をしていました。今日はヘディングでのゴールとなりました石渕。さあ今度はベレーザのターン、菅野から木下、ただ回収します。新潟石田、縦に行きます。杉田が左へ送る、石渕収める、中2枚、木下が縦に入れますが土方が回収、左に広げます。キャプテンマークの村松から坂部、船木、菅野、木下、ブラフシャンがここプレスに行きます。上です。鋭く寄せていきましたブラフシャン、今日が初先発です。前節は後半の頭からの投入となりました。
今年の2月に早稲田大学から加入してきたブラフシャーンです。菅野、木下、縦につけてワンタッチ、ベレーザの松田監督は今日のゲームについて、新潟は守備が組織的に守ってくると、これをどう崩すか一つポイントになると話をしていました。相手の守備が整う前に攻めていくことが一つポイントになるだろうと話していらっしゃいました。また新潟の攻撃は道上が起点になっていると、そしてその道上を追い越す斜めのパス、菅野でしたが、ここはしっかり対応しました高橋。ベレーザが取ります。菅野、藤野、もう一度菅野です。船木、縦につけます。土方、植木、新潟の守備も集中しています。山本、宮川が上がっている。宮川左に広げます。ここはスローインです。ベレーザボール、左サイドへ、ここオフサイドです。新潟は前節に続きディフェンスライン4バックで入っています。右から白井、三浦、山谷、ブラフシャンという並びです。そしてアンカー気味の位置に石田千尋、中盤が杉田と上尾延、トップの位置に道上です。右に川澄、左に石渕という前線の並びです。新潟、坂部から長いボール、木下左へ広げる、山本のクロス、ファーサイド、ヘッド、枠の左でした。一つベレーザが崩しを見せましたが、枠の外でした。山本の右足クロスに植木の頭、かわすみをかわして上げていきました山本。ただここブラフちゃんが植木に対応していました。植木理子、前節2ゴールを挙げています。昨シーズンの WE リーグカップ6ゴールを挙げまして得点王に輝いています。植木は国内3大タイトルと言われますこの WE リーグカップ、そして WE リーグ皇后杯、すべてで得点王に輝いています。2試合連続、2年連続得点王がかかっていると植木は話しています。藤野から植木、体を張った守備を見せています新潟、石田千尋です。植木、白井と2人で対応しました新潟、石田千尋です。
前節フル出場を果たしました野島ステラから今シーズン移籍してきたプレーヤーです。9月の22日から行われますアジア競技大会、中国で行われますが、日本女子代表に選ばれている石田。ベレーザのボールです。宮川から山本、宮川抜け出して中央へ、植木左広げます、土方ここは収めます、もう一度奪った新潟、道上、石渕、石田一度下げます、白井が縦に送ります、ベレーザの松田監督、新潟の攻撃はやはり道上がターゲットになっていると、ポストプレーがある、またその道上を追い越してくる選手にも要注意だという話をしていました。今一つ道上への長いボールがありました新潟。さあここ奪った新潟、奪い返すベレーザ、木下ドリブル、新潟の守備も集中しています。さあ川澄です、坂部は今日が今季初先発です。前節は69分から投入となりました。石渕一度下げます、上尾延です、先制ゴールをアシストした上尾延、今日も中盤に入っています。さあベレーザが奪う、山本、土方が斜めに抜けていこうと、まあ、要求していましたけれども少し合いませんでした。もう一度縦につけます、植木へのボールでしたが、新潟の4枚のディフェンスブロックがしっかりと集中して対応しています。中央に入れてきました、土方、植木というところでしたが、新潟のゴールキックで再開しています。上からクロス中央、高橋がセーブ、土方が中央走り込んでいましたが高橋智子の対応です。藤野のクロス、ここは先に触りました高橋。新潟のユースから新潟医療福祉大に進み、そして昨シーズンこの WE リーグカップでデビューを果たしているゴールキーパーの高橋です。今季の目標はアシストということでロングフィードが武器の高橋です。ベレーザが何度もゴール前に押し込んでいますがゴールには至っていません。ベレーザ対新潟のゲーム0対1で新潟がリードしています。まず1点返したいホームのベレーザ、
菅野から船木、もう一度神尾延べの対応でした。神尾延べ恵、2011年女子ワールドカップ優勝メンバーです。川澄も同じく優勝経験者です。まあ、川澄のアメリカから新潟への電撃移籍はこの神尾延べの存在が大きかったといいます。2人は幼なじみです。高校まで同じチームでプレーをしていました。さあ木下は今シーズンからベレーザの10番を背負っています。山本中入ってくる。山本、菅野、船木が呼んでいる。その手前で引っかかりました。左足のシュート、決まりました。ベレーザ同点、追いつきました。ミドルシュート、素晴らしいゴールが決まりました。もみくちゃにされています菅野です。今季初出場、初先発の菅野が決めました。山本、菅野、左足右隅にしっかりここをコース見極めて流し込んだ菅野。ゴールを見て、キーパーの位置も見て右隅でした。場内から拍手です。今飲水タイムを取っています。菅野は今年の1月に、皇后杯の準決勝で右足首の怪我を負いました。リーグ戦第14節で復帰をしましたが、改めてサッカーができる楽しさをかみしめていると、ベレーザの中心選手になっていけるように自分の良さを存分に出していきたいと菅野は話をしています。1対1ベレーザ対新潟、振り出しに戻りました。飲水が終わってゲームが再開します。新潟の指揮を取るのは橋川和明監督です。 J リーグのアビスパ福岡でアカデミーの監督を歴任されて、2021年には FC 今治の監督を務めました。今シーズンからこの新潟レディースの指揮を取っています。前節はエルフェンに4対1で勝利しました。目指しているサッカーを表現できたと話をしていました。今日も先制ゴールを決めている新潟、ただ追いつきましたベレーザ。宮川、川澄が対応します。川澄は2014年からアメリカのナショナルウーマンズサッカーリーグでプレーをして、今シーズンから日本へ戻ってきました。新潟にタイトルをと、この新潟というチームにタイトルをもたらそうと話をしています。この川澄、長いボール道上を狙いますが、村松がここは読んでいました。10番の木下、右サイドバックの船木のクロス、ヘッドでクリアです。ただ収めたのは木下。同点ゴールの菅野とのパス交換です。船木、木下へ、ブラフシアンが対応しました。
前を向きます。土方、宮川、一度下げて村松、宮川縦に送る、植木を走らせます。収めた、仕掛ける、高橋のキャッチです。植木理子、 B リーグワールドカップは初出場となりました。そして2ゴールの活躍で日本に戻ってきています。ただベスト8スウェーデン戦の PK は惜しくもクロスバーを叩きました。植木、あれからスウェーデン戦の映像は見ていないそうです。8月の24日にチーム練習に合流し、その日に初めて PK を練習で蹴ったそうです。めちゃめちゃ緊張しましたと笑顔で答えてくれましたけれども、これからも PK は絶対に切る機会があるので、しっかり切り替えて強くなりたいと話しています。さあ山本、船木、ここ笛です。オフサイド、新潟はしっかりとここディフェンスライン整えてラインコントロールを見せています。ベレーザの攻撃に対して橋川監督は、うちはミドルブロックを作りながらスライドして外へ押し出していきたいと、うちの我慢の時間も長くなるかもしれないけれども、まあうちには経験値の高い選手がいるので賢く守備をしたいと話をしています。宮川、植木、倒れますがノーホイッスル。坂部が取ります。奪った新潟、杉田から上尾延、ベレーザのスローインです。宮川、中央へ、石田が激しいチェックに行っています。ここからどう崩していくか、ベレーザ、山本、笛ありません。川澄、前へ、道上、上尾延です。ここはライン割っていました。神尾延がスッとボールを取りました。さあ道上、前向く、ここライン割りました。ベレーザボール、道上はヘッドギアをつけてプレーをしています。昨シーズン2度の脳震盪負傷交代がありました。まあ、昨シーズンも2桁得点を目標に掲げていましたけれども、達成できなかったので今シーズンも2桁を目指して取っていきたいと話をしています。杉田が寄せますが、かいくぐるベレーザ、宮川縦、藤野が左に来ています。藤野、菅野、もう一度藤野です。宮川、斜めに入れる、山本、栗
クリアしました。坂部のここをクリア、こぼれて村松が収めます。村松智子、昨シーズン WE リーグカップ決勝で敗れた時はやってはいけない負け方だったと話をしていました。ベテランの岩清水も、これまでいろんなゲームをしてきたけれども9分間で3失点というゲーム、そして逆転負けというゲームは今までになかったと話をしていました。川澄、ふわっとしたボール、ヘッドでクリアしました。三浦立ち上がりました。左に広げます。新潟下げてブラフシャン、中に入れます。石田、山谷が左へ、山谷前に送ります。ここは旗が上がっていました。34分が経過しています。ベレーザ対新潟のゲーム1対1です。新潟が前半の10分に先制しましたが、ベレーザが追いついています。藤野、下げます。山本から植木へのボールでしたが高橋が収めます。今シーズンのベレーザは松田武雄監督が古巣に戻ってきました。マイナビ仙台を昨シーズン途中に辞任されて、この指導者としての原点であるベレーザに14年ぶりに戻ってきました。1992年からこのベレーザでコーチを務めた松田監督です。さあここ石渕へ船木が対応しています。ベレーザはもともとボール保持率の高いチームですが、今シーズンはよりゴールを意識させるんだと松田監督は話をしています。ボールを追い越す、ボールの前にパスコースを作る、ポジションチェンジして自由に攻撃をしていくと、うまさだけでなくスピードやパワーのレベルも上げていきたいと松田監督は話をしています。さあ長いボール、植木が追います。残す、ベレーザのスローインです。ゴール前には土方、山本がポジションを取っています。さあ藤野は左に流れて、しばらく左でプレーをしています。序盤は右でプレーをしていました藤野。右サイドバックの船木のどかは前節 WE 公式戦初出場を果たしました。その船木が抜け出そうというところでしたが、今度は新潟です。白井姫の髪を伸べ、道上ワンタッチ奪った。ベレーザ山本ゆっくりドリブル、石田が奪いました。石田千尋は守備的ミッドフィルダーです。もともとはフォワードのプレイヤーだったそうなんですが、中学3年生の時から守備的なミッドフィルダーにポジションを移しました。
センターバックもできる守備力の高い石田千尋です。三浦さつきまで戻して山やるか、左サイドバックのブラフシャン、ブラフシャンは東京都出身、お父様がイギリス人ということで、プレミアリーグをご家族でよく見ているそうです。リバプールの熱烈なファンだということです。そのブラフシャンから浮かせたボール、ベレーザが回収します。左の藤野、藤野はワールドカップで1ゴールを挙げて、ワールドカップ初ゴールを記録しました。19歳でのワールドカップのゴールは男女通じて日本代表最年少記録でした。右サイドからニアをぶち抜いたゴールでしたが、相手ゴールキーパーがクロスを対応するのに前がかりになっていたので打ちましたと話をしていました。その藤野です。一度下げます。ボールを保持するベレーザ、ゴールキーパーまで下げますが道上が寄せる。坂部、船木、左サイドの藤野です。中3枚、クロス、ヘッドでクリア、川澄収めて前線へ、神尾延、トラップ少し大きくなりました。ブレーダが回収です。今シーズンはベレーザはこれまでのボールを保持してつなぐというベレーザのサッカーに加えて、スピード、それからアグレッシブさをプラスしていくと松田監督は話をしています。ただその前節は少しスピードを急ぎすぎたんだと、やはりただ速いだけでなく精度が必要なんですという話をしていました。リスクを犯してでもスピード上げるところは上げて、そこはバランス使い分けですよねと松田監督は話をしています。今日はしっかり保持をしてボールをつなぐという時間を作っているベレーザです。ゴールキーパーの高橋のキック、ベテランの神尾延、川澄、この2人のパス交換はサッカーファンにはたまらないものがあります。川澄、杉田、杉田は野島ステラから今シーズン移籍してきました。杉田にとって7歳年上の神尾延、川澄は地元大和シルフィードの先輩にあたります。その偉大な先輩たちとこうして同じチームでプレーできることを非常に嬉しく思うと杉田は話をしていました。川澄が寄せます。42分が経過しています。ベレーザ対新潟のゲーム1対1です。宮が残す、うまい。
石田が寄せていきましたけれども、村松もしっかり冷静な対応です。杉田取った、ベレーザ植木へサイドチェンジ、中3枚です。藤野の左足決まりました。ベレーザ追加点、44分での逆転ゴールです。ベレーザ前半のうちに逆転に成功しています。サイドチェンジからでした。藤野左足振り抜きました。右隅ボールを見て自分のこのリズムで打っていきました。ゴールキーパー高橋も反応していったんですが、藤野のゴールが決まって2対1ベレーザが逆転です。藤野は初めてのワールドカップを戦って、ドリブル、それから味方が受けやすいスルーパスは出せたと話をしていました。土方右足、ここは笛です。杉田と土方でした。この間にベレーザのディフェンス陣、村松と宮川は給水しています。風はあるんですが、やはり蒸し暑さが残るこの味の素フィールド西ヶ丘です。アディショナルタイムは2分。ベレーザのフリーキックです。キッカーポジションには菅野と木下です。どちらが蹴るか。ベレーザ菅野、藤野です。変化つけてきました。菅野、木下、最後は藤野の右足でした。ベレーザコーナーキックです。キッカー木下、山本がゴール前に入っています。山本、木下、ふわっと上げます。こぼれてかき出します。新潟、新潟のスローインに変わります。川澄、石田、杉田と土方、ベレーザのスローインです。宮川がスローインを入れます。土方、2枚で対応しました新潟。ただここをふわっと浮かせてヘッドでクリア。ここで前半終了の笛です。ベレーザ対新潟のゲーム2対1、ベレーザリードで後半へ折り返します。先制は新潟だったんですが、ベレーザが前半のうちに逆転に成功しています。今日は女子サッカーの日と題して、15時からはなでしこリーグのゲームが行われたこの西ヶ丘、19時からはこの B リーグが行われています。2023-24 B リーグカップグループステージ第2節、日テレ東京ヴェルディベレーザ対アルビレックス新潟レディースの一戦は、前半を終えて2対1、ベレーザがリードして折り返します。
ズアッソのオンオフジップラック。ピッチを離れれば家族がいますし、いつでもこう最大の味方がいてくれるので、自分はこのピッチで戦えるっていうのもありますし。その出産を経て戻ってきてっていう人が少ない中、まあ、自分としてはやってみたいっていう挑戦から始まったんですけど、やはりこの挑戦っていうのはすごく、大変なこともありますけど、まあ、楽しいこともすごく多くて、でなんかいろんな選手の選択肢が広がるといいなっていう思いも込めて自分はプレーしてたりもするので、あの出産を終えてもやっぱここまで戻れるんだっていうところをこう示していきたい、プレーで示していきたいっていう気持ちもありますので。復帰までの道のりっていうのは想像以上に、はい、単純に考えたら想像以上でした。ざっくりとなんかこれぐらいで復帰できるかなみたいな思い浮かんだ数字はあったんですけど、全くそれ通りにはならなかったですし、でやっぱり出産って本当に個人差も大きいものだなっていうのは感じて、ジェフにね、大滝亜美って出産経て帰ってきてますけど、もうここの2人ですらもうやってるというか、家庭が全然違ったというか、出産までの過ごし方も違いましたし、その後も違いましたし、なかなかマニュアルにならない難しさっていうのもあるのかなとは思います。今のその原動力は本当にほぼ息子の力っていうのは大きいのかなって思ってますし、 WE リーグの成功っていうところに自分の その母としてその活躍するってことが、やっぱそのリーグの何ですかね、こう見方を広げるっていうのもあるのかなと思って、その辺も含めて頑張ってるところですね。2022-23Bリーグカップ決勝エンパワーメントマッチ、三菱重工浦和レッズレディース対日テレ東京ヴェルディベレーザ、両チーム選手の入場です。
まあ、自分もそのサッカーの経験値としてはある方だと思って、っていうかあるんですけど、あの経験はしたことなくて、あの経験がなかったから、なんかああいった経験値がなかったからチームにこういったなんか的確な声かけができなかったっていう悔しさはあったんで、なんかああいったシーンでも的確にどうしたら大丈夫だ、どうしていこうみたいな、なんか明確な指示を出せるぐらいの経験にはなってなかったなって自分も感じましたし、新しい経験にはなりました。昨シーズンまずタイトル取れなかったので、ブレイザーとして絶対タイトル取りたいなっていう気持ちは大きく持ってます。個人的にはWリーグ2年目になりますけど、まあ、出産しても2シーズン目かなっていうところでは、昨シーズンよりかはパフォーマンスとしてはいいところに持ってきてるので、まあ、始まったばっかりですけど、ここからがこう楽しみではあります。帰ればその息子の笑顔があったりとか、まあ、夫もいて家族の笑顔っていうのもあるので、本当に朝から晩までなんか自分にとっては幸せな時間が続いてるというか、自分はその中でサッカーが働きっていう意味では本当に好きなことやらせてもらってるので、好きなことやってるから笑ってるかなサッカー外ピッチを離れればなんか家族がいますし、なんかいつでもこう最大の味方がいてくれるので、自分はこのピッチで戦えるっていうのもありますし、笑おうっていう意識しなくとも、あのサッグランドに来ればあのユーモアあふれる後輩たちがたくさんいますし、笑わない日はないので本当にたくさん笑わせてもらってます。2023-24 B リーグカップグループステージ第2節、日テレ東京ヴェルディベレーザ対アルビレックス新潟レディースの一戦を味の素フィールド西ヶ丘からお伝えしています。現在ハーフタイム中です。それでは前半をハイライトで振り返ります。2023-24 B リーグカップグループステージ第2節、ベレーザ対新潟の一戦です。まず前半の10分です。新潟のコーナーキック、上尾延のキックに頭で合わせたのは石渕でした。素晴らしい上尾延のクロス、ドンピシャリ。石渕は2試合連続先制ゴールとなりました。前半の25分です。ベレーザ山本、菅野が左足遠目から打っていきました。右利きのプレーヤーなんですが、菅野左足一閃、菅野は B リーグカップ初ゴールです。初先発の菅野が決めました。そして前半44分です。藤野青葉、ドリブルから左足のシュート、ベレーザが逆転に成功します。藤野青葉、今季初ゴールです。ワールドカップから帰って初のゴールとなりました。ベレーザ対新潟のゲームは
2対1ベレーザリードで後半へ向かいます。日中は非常に蒸し暑かったこの東京都北区なんですが、日が落ちて、ずいぶん涼しさを感じるようになっています。風がバックスタンドからメインスタンド側に時折強い風が吹いています。ただ風が止むとやはり少しこうじわっと汗が出てくるような蒸し暑さです。今年の7月から8月女子ワールドカップがオーストラリアとニュージーランドで開催されました。なでしこジャパンはベスト8という結果となりましたが、優勝したスペインに今大会優勝したのは唯一日本だけでした。グループステージでは4対0でスペインに勝利し、世界の多くの人たちを魅了しました。 B リーグからは14人の選手がなでしこジャパンに選ばれて躍動しました。総ゴール数15ゴールのうち11ゴールをウィーリーガーが決めています。ベレーザの植木理子が2ゴール、藤野青葉が1ゴールという結果を残してこの日本に戻ってきています。両チームの選手たちがピッチに戻ってきています。先に出てきたのがベレーザ、こちらはアメリカから戻ってきました川澄奈穂美です。上尾野辺恵と同級生ということでこの新潟への移籍を決意したそうです。2008年から2018年まで日本代表としてもプレーをしています。2011年ワールドカップ優勝、そして2015年準優勝と素晴らしい実績を持ってこの新潟に移籍してきました川澄。川澄は2011年ワールドカップの私たちの優勝を見てサッカーを始めた女の子たちが今20歳前後になっていると、だからここからもう一度なでしこジャパンは強くなるはずなんです、ポテンシャルは絶対にあると思っていますと話をしていました。後半はエンド変わって左エンドに緑のユニフォームホームのベレーザ、右エンドに白とグレーのユニフォームアウェイの新潟です。今後半の45分がスタートしました。川澄、道上、石田、最終ラインまで下げます新潟。フラフシアン、藤野がカットイン狙っていましたが新潟がボールをつなぎます。石淵、ここで回収しました坂部、石淵が引っ掛ける、倒れましたがノーホイッスルです。シュート、これは田中のセーブです。上尾野辺、左足のシュート、枠の左でした。立ち上がりから後半新潟がベレーザゴールに迫っています。上尾野辺の左足、ただここ坂部もしっかり対応していました。杉田から川澄、ここで回収、代表から戻ってきた田中のキック、山谷、石田が縦につけます。もう一度石田、股を通して石淵、
道上へとつながります。新潟道上の右足遠目から打っていきました。まだ47分が経過したところですが、ここまで新潟が後半3本シュートを打っています。この立ち上がりの勢いのあるこの時間帯に1点返したい新潟です。土方が寄せましたが、ここで取りました。ベレーザ縦に入れる。土方三浦が対応しました。縦につけて土方、三浦さつきがこう懸命に戻りました。三浦さつき、前節 B リーグカップ初出場、そしてフル出場を果たしています。さあ上尾延が左からクロス、右足中入れる。道上ここは収めることができませんでした。さあ今度はベレーザのターンです。奪った新潟、奪い返すベレーザ。山本、土方、中2枚、土方、高橋がキャッチです。土方は今シーズンのウィンターブレイク期間中にメニーナから昇格してきたプレーヤーです。新潟にはベテランが多く個の力があると、ただ私たちはベレーザのうまさで上回っていかないといけないと土方は話をしています。またあの三浦さつき選手とは、土方が中学1年生、そして三浦が早稲田大学でプレーをしていた時に関東リーグ戦でマッチアップをしたことがあるんだそうです。土方は三浦との対戦が楽しみだと話をしていました。藤野縦入れる。植木、山本、土方、もう一度山本へというところでしたが、川澄がここ素晴らしい対応です。船木、藤野、仕掛けていく。藤野、中入る。ブラッシャーの対応です。2枚で対応しました。ドリブルスピードはワールドカップでも通用したと手応えを感じて日本に帰ってきている藤野です。ただ失点してからのやはり改善の仕方、ポジション取りに改善点があったと藤野は話していました。点を取るためにどのポジションにいるのが効率的なのかということを藤野は考えているそうです。さあ中に入れますが、もう一度村松が上がってきています。村松、菅野、もう一つ下げて木下、坂部です。宮川から山本へ、もう一度山本、宮川のクロス、胸トラップ、肘肩、左足、枠の上でした。肘肩、麻也が狙っていきました。
宮川のクロスから胸トラップ、左足振っていきました。土方は9月22日から中国で行われますアジア競技大会にメンバーに選ばれています。裏に抜けてチャンスを作りたい、そして後ろとこう前をつなぐ役目も果たしていきたいと意気込みを話してくれています。今シーズンベレーザの松田監督は、まあ、フィジカル面の強化というのも一つテーマに掲げています。やはりワールドカップ世界と戦う上でフィジカル、当たり負けない強さ、走り負けない体力をつけなければいけないと。土方はその点で体をぶつけるのが得意なプレイヤーです。さあ土方倒れますがノーホイッスル。これまでメニーナ・ベレーザには、まあ、こう体をぶつけるフィジカルの選手ってあまりいなかったので、その第一人者に私がなっていきたいと土方麻也が話をしています。船木、もう一度ベレーザスローインです。こちらが土方です。山本からここマークが厳しくなっています。さあ土方、神尾延、内上へのパスは坂部が取りました。狙っていました。坂部とここを狙っていたのは川澄、ドリブル中へ、内上へのパスでしたが、ここはすごい勢いでベレーザも戻ってきていました。お互いにパスを狙い合っている両チーム、非常に見応えがあります。さあ神尾延、石渕、左足ブロックしました。村松です。キャプテンが体を張ります。神尾延から先制ゴールの石渕の左足、滑ってきました。村松の対応です。村松は前十字靭帯の膝の大怪我をこれまでに3度経験しているプレーヤーです。昨シーズンは膝シートという膝の怪我をしたことのある方をホームゲームにご招待するという取り組みもやっていました。新潟のコーナーキック、木下縦に送る、藤野、ブラフシャーンの対応です。田中まで一度下げます。このゴールキーパーの田中桃子、ワールドカップメンバー、まあ、出場はありませんでしたけれども、しっかりとベンチでなでしこジャパンを支えてこの日本に戻ってきています。植木、右足振っていく、高橋の正面でした。前節2ゴールの植木のシュートがありました。今日は両チーム監督テクニカルエレいっぱいに出て戦況を見つめています。56分が経過しています。2対1、前半新潟が先制に成功しましたが、ベレーザが逆転に成功しています。新潟はこの後交代がありそうです。7番の園田瑞希が準備をしています。さあ藤野、斜めのパス、植木、枠の右でした。藤野が右サイドで受けて、斜めのパス、中央植木、こ
ここ木下も縦方向にランニングを見せましたが、中央植木、ただ三浦が対応していました。新潟は上尾延に代わって園田瑞希の投入です。今日初先発のブラフシャンのスローイン、杉田縦に入れます。石渕、村松が対応しています。最後はマイボールにしました。素晴らしいガッツを見せています。こちらがベレーザのキャプテン村松です。最終ラインでパスをつないでいくベレーザ。宮川、菅野が受けます。ここで取りに行く。新潟奪う。さあベレーザ、山本ドリブル、植木が呼んでいる。新潟も体を張ってここは対応します。三浦さつき、書き出したのは山谷です。途中投入の園田瑞希、切り返して縦、道上、ここは少しパスずれました。ベレーザのターン、急ぎません。裏へのボール、山本へのボールでしたが、ここは長くなりました。ベレーザの松田監督は、まあ、優先順位として、うちはまず相手の背後のスペースを目指すと、それがダメならば相手を引き出してその空いたスペースをついていくと、あくまでも優先順位は背後のスペースなんだと松田監督は話をしています。今一つその背後へのパスが見られました。ベレーザ、川澄が一度下げて、山谷、長いボール、石渕へのボールですが、これを収めます。石渕、右足振ります。決まりました。石渕、今日2ゴール目、新潟同点です。新潟追いつきました。石渕のスーパーゴール、切り返して右足巻いてきました。2枚ここディフェンス対応していましたが、うわ素晴らしいゴールです。少しベレーザの選手にも当たったのかもしれません。少しコースが変わったのかもしれませんが、ベレーザ対新潟のゲーム2対2、ベレーザが同点に追いついています。と笛です。対応したのは山谷、倒されたのは植木です。後ろから行く格好になりました。ベレーザのフリーキックです。植木はゴールの前、中央のあたりに向かっていきます。キッカーは菅野です。菅野の同点ゴールは左足でしたけれども、右利きのキッカーです。利き足でない方の、まあ、ゴールを決めた菅野。
どこを狙ってくるでしょうか。ペナルティーアーク付近に両チームの選手たちが密集しています。菅野のキック、中央こぼれる、かき出しました新潟。さあ裏へのボール、植木切り返して2枚入れたよ新潟。一度外に出します新潟。ああ植木少し悔しそうな表情です。右で持って山谷が対応、最後ブラフシャンがかき出していきました。今日はシーソーゲームとなっています。前半立ち上がりに10分新潟が先制、その後菅野、藤野のゴールで前半のうちにベレーザが逆転しましたが、後半石渕のスーパーゴールが決まっています。2対2、ベレーザ対新潟のゲーム、新潟が追いついています。ここでベレーザは交代2枚替えがありそうです。縦につける、もう一個縦、奪った新潟。園田、石渕、ここで奪ったベレーザ。ベレーザは岩崎ココナと松田志乃が呼ばれています。さあ藤野のスペースへのボール、抜け出す、ここ旗が上がっていました。オフサイドです。一つ抜け出しを見せましたが、藤野から植木収めたんですけれどもオフサイド。ここでベレーザ2枚替えです。アウトしたのは坂部、そして菅野もここで交代となっています。松田と岩崎が入ってきました。と川澄、田中のキックを狙っていました。川澄なほみです。素晴らしい寄せを見せました。このベテランのアグレッシブさ、川澄のこのゲームにかける思いが伝わってきます。新潟にタイトルをと熱い思いを持ってこのクラブに加入をしました川澄なほみです。今日川澄がゴールを決めますと WE リーグ公式戦初ゴールとなります。さあ杉田、石渕が降りてきてパス交換です。石田奪ったベレーザ、新潟もググッとここプレスに来ます。
園田が上げてくる。ブラウシャーンも行きます。さあかいくぐる藤野、藤野中を見る、手前の山谷に当たって、高橋が蹴っていきます。新潟はゴールキーパーの交代がありそうです。代表帰りの平尾千佳が準備をしています。今季初のサブメンバーに入っている平尾が準備をしています。ここで後半の飲水タイムです。前節に続き新潟のゴールキーパーは高橋智子が務めましたが、ここで代表帰りの平尾が入ってきそうです。こちらは石渕萌実です。今日2ゴール、2試合連続ゴールです。さあここで平尾が入ってきます。ベレーザのゴールキーパー田中と同じく、まあ、ワールドカップのメンバーに入ったんですが出場はありませんでした、まあ、そういった悔しさ、得てきたものをこのピッチで存分に出していきたい平尾、それはベレーザのゴールキーパー田中も同じ思いだと思います。今日はなでしこジャパンゴールキーパー対決とこの時間からなります。途中投入の松田が下げます。松田は坂部と同じポジション同士の交代、センターバックの左に入っています。岩崎ココナも菅野と同じポジション同士の交代です。ボランチに入っています。さあ船木が入れる、植木へのボールでしたが2枚で対応しました新潟。まもなく70分になります。2対2です。宮川、土方、ドリブル、右足のシュート、枠の右、植木が右足振っていきましたが枠を捉えることはできませんでした。ここ密集している中を通しての右足、前節に続いてのゴールを狙っています植木理子です。植木理子は10歳でサッカーを始めましたが、そのサッカーを始めた年になでしこジャパンがワールドカップの優勝を果たしました。女子サッカーを広めるのが将来の夢になったんだそうです。自由研究、夏休みはそのなでしこジャパンについての研究をしたという植木。土方、岩崎です。途中投入の岩崎は縁の下の力持ち、非常にこう職人肌のプレーを見せてくれます。土方、山本が収めて、山本のクロス、ファーサイド、藤野へのボール、ブラフシャーが対応していました。船木、木下です。ベレーザは交代です。7番の北村七海が入ってきます。まあ、サブには今季初めて入った北村がこの時間に投入となりました。交代するのは19番の山本です。左サイドで躍動した山本ですが、ここでお役御免となりました。
田村は同じポジションに入っています。山本と同じ左サイドに入っています北村です。こちらは岩崎ココナ。杉田が中に入れます。三浦から川澄、縦に送りますがベレーザが奪う。木下縦に入れます。さあスペースへのボール、北村、もう一度新潟のディフェンス陣も集中してここを体を張っています。途中投入の北村が左から一つチャンスを作ろうというところでした。ベレーザのコーナーキックです。ニア、こぼれて左足、もう一本、最後は村松、北村が打っていきました。最後は村松でした。センターバックの村松が狙っていきました。村松智子は昨シーズンの WE リーグカップで2ゴールを挙げています。ヘディングのゴール、コーナーキックからでした。そしてフリーキックから右足の2ゴールを挙げています。ここはライン割りました。あ、失礼、新潟の選手が倒れています。大丈夫でしょうか。石渕、頭で競ったんですがしゃがみ込みました。今道上に伸ばしてもらっています。この間に両チームの選手たち一斉に給水を行っています。少し前半に比べて風が弱まっています。蒸し暑さを感じます。この時間帯風が止んでいます。場内からは石渕コール。場内からは新潟コールが起こっています。新潟のフリーキックです。杉田、ブラフシャン、三浦まで一度下げます。縦に入れる、石田奪った、北村、北村から斜めのパス、土方反転して藤野、中入れる、吐き出してからつないでいきます。新潟、石田千尋、園田、石田が抜け出します。スペースへのボール、松田のクリア、岩崎が下げて寄せていきます。新潟、岩崎、木下、川澄が狙っていますが、木下、川澄が追ってきます。すごい運動量です、川澄。さあここは旗が上がっていました。植木、オフサイドです。
木下から浮き玉でしたが旗が上がりました。新潟のゴールキーパーは平尾が入っています。平尾はなでしこジャパンのメンバーとして、まあ、ワールドカップに出場しましたが、まあ、ゲームでの出場はありませんでした。ベンチからチームを支え日本に戻ってきています。今季これが初出場です。平尾先ほどファールを受けた石渕前線に戻ってプレーを続けています。杉田、園田は足元のテクニックがあります。さあ園田のクロスヘッドでクリア。杉田と岩崎のマッチアップ見応えがあります。木下右に広げます。藤野ここは収まりませんでした。今日逆転ゴール決めた藤野です。ただ後半返されました。石渕のゴールが決まって2対2の同点となっています。まもなく80分を迎えます。長いボール、三浦がここ対応しました。岩崎前を向く、切り返して岩崎もう一度切り返す。園田瑞希とのここマッチアップです。岩崎対園田、園田瑞希はフットサルの日本代表でもプレーをした経験があります。サッカーの試合で園田のプレーを見たフットサルの監督が声をかけて代表入りしたということです。園田瑞希です。さあ岩崎、木下、川澄寄せる、北村、長いボール、ここで新潟が取ります。園田、ただ奪い返します。ベレーザ、岩崎、土方のフリック、組織的に守る新潟の守備をどう崩すか、そこがポイントになると松田監督も試合前おっしゃっていました。植木から北村、藤野です。藤野縦仕掛ける中、サイドネットでした。植木が一つ仕掛けて中に入れてきました。コーナーキックです。ベレーザ、山谷の対応でした。ベレーザのコーナーキック、キッカーは木下です。ニア、スルーして右足かき出す新潟、スルーして中央で藤野が足を振りましたが
ベレーザもう一度船木、北村、松田です。宮川へ。今日このベレーザのサイドチェンジが非常によく見られています。村松、今度は右です。ボールを動かします。さあ川澄がプレスに行きます。道上も寄せます。ノーホイッスル。藤野中へ入って左足、枠の右でした。藤野青葉、自ら左足振っていきました。中にカットインして左足、場内沸きました。藤野はワールドカップでやはりポジション取りに少し無駄があったんじゃないかと反省を口にしていました。まあ、点を取るために、まあ、どこのポジションを取るか、そしてドリブルでもっと持ち運んでよかったんじゃないかという話もありました。さあ土方、藤野、外を回る福永、もう一度藤野です。ここからどう崩すか、木下が行きます。北村、手前でブロックしました。杉田のブロック。ベレーザー中4枚入っています。84分が経過しています。書き出しました新潟。セカンドボールはベレーザ。北村、木下、宮川、杉田がここ対応しています。川澄、うまい、白井でした。さあここ藤野が取って、藤野仕掛ける、平尾の正面でした。藤野は小学生の時はセンターバックを務めていたそうです。中学からは、まあ、日テレメニーナセリアスで前のポジションに移りました。ただメニーナで昇格できずに高校は十文字高校に進みました。まあ、ベレーザに戻ってきたかったのでセリアスの監督が勧めてくれた十文字校に進学を決めたんだそうです。正直ベレーザに戻れるとは思っていなかったのでオファーをいただいた時は驚いたと藤野は話をしていました。さあ中、植木、山谷が書き出します。85分が経過しています。2対2、次にゴールをこじ開けるのはどちらのチームでしょうか。土方、左でキープします。前を向いて一人かわす、中に入れる、藤野、宮川、中に入れます。土方、中央へ、藤野、右サイドで船木が上がってきましたが右足のシュート、宮川が打っていきます。ただ集中して守っている新潟。新潟はこのあと2枚替えを行いそうです。6番の柳沢、そして23番の山本が呼ばれています。87分になりました。
後半はこの代表帰りの平尾が投入されています。新潟石田ブラッシャンです。園田スイッチ石田石渕です。杉田、スライディング植木の素晴らしいプレスバックがありました。奪ったベレーザ木下から北村左足のシュート、北村途中投入の北村七海のゴールが決まりました。冷静に流し込みました北村、今季初ゴールです。左足右隅に流し込みました。北村今季初ゴールです。そして B リーグカップ初ゴールでもあります。昨シーズン北村は B リーグカップ5試合に出場しましたが得点はありませんでしたので、これが B リーグカップ初ゴールとなりました。さあ2枚替えです。新潟道上と杉田に代わって柳沢と山本の投入です。新潟さあここで新潟が取ります。三浦から縦山本へのボール、道上のいた前線に山本が入っています。山本が追いかけます。山本の右足リフレクションがありました。山本が右足振っていきました。前節も途中投入89分からの投入となった山本結菜です。憧れは大迫勇也選手と話している山本、時上学園高校からこの新潟に加入しています。アディショナルタイムは4分です。新潟のコーナーキック、キッカーは途中投入の園田瑞希です。園田のキックにはヘッドでクリアです。藤野が抜け出します。左サイドドリブル、中には植木、宮川、最終ラインでボールを落ち着かせます。ベレーザ村松から右、船木、植木が呼んでいますが近いところを使います。奪った新潟、柳沢前に送りますが柳沢から園田を収める。前線には石渕、山本も中央で待っていますが岩崎がここを奪いました。場内からは拍手です。山本が寄せますがここで取った新潟、アディショナルタイムに入っています。ベレーザ対新潟のゲーム3対2ベレーザがリードしています。さあ左サイド園田収めて中2枚、
藤野。92分が経過しています。1点追いつきたい新潟。山本、寄せるのは岩崎。山本粘って中に入れます。スルー、川澄が足を振りました。ただゴールキーパー田中のキャッチ。西淵のスルー、最後は川澄の左足でしたが田中が抑えます。川澄、石淵、新潟がなんとか1点返そうとゴールを狙っています。アメリカから戻ってきた川澄、両チームのサポーターの声もひときわ大きくなっている味の素フィールド西ヶ丘です。と三浦、少し顔に当たりましたが立ち上がっています。三浦はヘディングが得意なプレーヤーです。小学校の時野球をやって培ったということで、その点では植木と同じです。植木と三浦がここ終盤マッチアップしています。植木の頭、肘肩、抜け出します。中には北村、北村、クロスバー、植木、最後は木下でしたが平尾のキャッチ。ここで試合終了のホイッスルです。3対2、ベレーザ対新潟のゲームはベレーザが勝利しました。激闘を制したのはホームのベレーザ。新潟の選手たちは試合終了の笛とともに座り込みました。最後まで走り抜いた両チーム、後半は特に風が止んで蒸し暑さを感じるピッチだったんですが、互いにハードワークをして90分を終えました。ベレーザの勝利です。これでベレーザは2連勝、勝ち点6に積み上げました。ホーム2連戦だったベレーザなんですが、ホーム2試合とも白星。グループステージ素晴らしい滑り出しを見せていますベレーザ。敗れました新潟、川澄が若い選手の肩を叩いて声をかけています。新潟はこれで初の今季敗戦となりました。汗が光る両チームの選手たちです。場内からは拍手が送られています。今日キックオフ前には場内を暗くしてのペンライトを持って美しいベレーザの場内の演出がありました。今選手たちがその緑色のペンライトを持っています。こちらは敗れました新潟です。先制に成功しましたが前半のうちに逆転をされまして、ただ後半石淵2ゴール目スーパーミドルを決まって一旦追いついたんですが、最後はベレーザが勝ち越すというゲームになりました。
シーソーゲームとなりました。最後は3対2でベレーザが勝利を収めています。ベレーザは菅野の今季初ゴール、そして藤野も今季初ゴール、そして北村の今季初ゴールと決まっています。それでは今日のゲームをハイライトで振り返ります。2023-24ヨギボーウィーリーグカップ第2節、ベレーザ対新潟の一戦です。まず前半10分のシーン、新潟のコーナーキック、神尾延べのキックを石渕が頭で合わせました。中央で石渕頭で流し込みました。石渕は2試合連続先制ゴールです。前半25分です。ベレーザのシーン、山本から菅野の左足、ベレーザ同点に追いつきます。菅野は右利きのプレーヤーですが左足で決めました。 Wリーグカップ菅野初ゴールです。前半の44分です。ベレーザのシーン、ここ藤野がドリブル、ゆっくり持ち上がって左足のシュート、ベレーザが逆転に成功します。藤野狙いすまして右隅へ、今季初ゴールです。ワールドカップから戻っての初ゴールでもありました藤野。2対1でベレーザリードで後半に折り返しました。60分です。ここ石渕抜け出してかわして右足振っていきました。同点ゴール、浮かせたボール巻いてきました。石渕今日2ゴール目です。新潟が同点に戻します。そして87分です。途中投入の北村の左足、途中交代平尾の位置を読んで右隅に流し込みました。北村はこれは土方から北村、ここクロスバーを叩きました。最後木下も打っていきましたが平尾が収めます。ベレーザ対新潟のゲームは3対2ベレーザが勝利しました。ベレーザはこれで2連勝です。それでは今後の対戦カードをお伝えします。ベレーザは9月の10日日曜日、次はアウェイで大宮との対戦です。新潟は9月の9日土曜日、ホームで長野とのゲームとなります。今ベレーザの選手たちがバックスタンド側にサポーターに挨拶に行っています。ホーム2連戦しっかりと2連勝で駆け抜けましたベレーザ。昨シーズン WE リーグカップ決勝の敗れた悔しさを胸に、今シーズンこそ念願のカップ戦初優勝を狙っているベレーザです。10月からは来年のパリオリンピックに向けて予選もスタートします。こちらは代表帰りの新潟のゴールキーパー平尾です。今日は途中投入、今シーズン初出場となりました。悔しそうな表情の平尾です。2023-24 WE リーグカップグループステージ第2節グループ B、 日テレ東京ヴェルディベレーザ対アルビレックス新潟レディースの一戦は3対2ベレーザが勝利しました。このあたりで味の素フィールド西ヶ丘からお別れです。